アナティーチャンネル。細かすぎて伝わらないモノマネエピソード6。アナティー。A 型の女。ん？うち？ A 型。でもいつも B か O っぽいねって言われる。なんでなぁ、なんでなぁ。危険な女。私ガソリンの匂い結構好き。適当にやってと言いながらも文句が多い人。俺は適当につまむからみんな適当にやって。あーそのお肉俺の皿に乗っけて。あー単純にレモンかけないで。あーそんなどん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 お肉乗せないで、多いよ。ああ焦げてるじゃんこれ。ああお前は生肉触ったトングで焼けたお肉乗せないで。厳しい宅配便の規定。はい、こちらコンパクト郵便ですね。3センチまでになっております。こちらですね。あ、こちら箱の方が膨らんで3センチと2ミリとなっておりますので、お受けすることができません。家庭ゴミお断りのコンビニゴミ箱に家庭ゴミ捨てる人。10分で帰ると言いながら3時間いる客。俺ね、今日時間がないんだよ。10分で帰るから、本当に。まあ、忙しくて、こんなところ、いる場合じゃない。たまたま近く通ったから、とりあえず寄っただけ。本当に10分で帰るから。お前ら、どんな夜のこと好きなんだよ。まいっちゃよったり。行くぜ。大したことないことを大声で言う人。あ、そうだ、今日裏道のアスファルトででっかいカマキリ潰れてたの。キモー。罰が押せない広告。あー広告長いな。はい、罰。あーアプリのインストール画面になっちゃった。こうじゃない。罰。あー罰押せない。なんで反応しないの、罰。ああ、またアプリのインストール画面になった。なんで罰が押せない。乾杯するとき自分だけグラスがなかったキャバ嬢。はーい、みんなシャンパングラス揃ったー。グラス持ったかー。はーい、それじゃあ乾杯するぞー。はい、みんなで乾杯。中毒者。マジでマジでマジでアニッシュアニッシュアニ入れたくねー。ニコチンうめぇ。わざわざどかなくても取れるのにわざわざ人をどかす人。あ、ちょっとごめんね。ちょっといい？ここ。ちょっと開けてもらっていい？ごめんね。ごめんね、こっち。こっちもちょっとごめんね。ごめんね、ごめんね、こっち。ちょっとごめんね。ちょっとね、ここね、取りたいから、これこれ。これね、これね。パンフ。整形の趣旨を見失った人。先生。私目14回やってるよね。全部切ってるもんね。鼻も8回やってるよね。今度軟骨入れて鼻中隔延長したいんだけど、先生。私他にやるところない？もっとない？他にやるところ、先生。正気麻酔よね、先生。もっと強く入れて、先生。正気麻酔もっと強く入れて。お依頼さんにも突然口悪くなる韓国人ホステス。
れたの、会長。ありがとうございます。会いたかったで、イェーイ、海外出張してた、あら、そう、わかった、わかった、わかった、おっぱー、早くセックス割れよ、お前は石鹸教室のソーパーの先生。はい、皆様、今日も始めてまいります石鹸作り。石鹸はソープですよね。ですので作る人をソーパーと呼ぶんですけれども、今日この中で石鹸を手作りしたことあるよという方、はい、簡単に説明しますと、オリーブオイルや塩バターの油脂と化成ソーダを混ぜることで喧嘩という反応が起きるんですけれども、喧嘩といっても今から殴り合うわけではございませんよ。石鹸の件に科学の科で喧嘩と言いますけれども、氷のプロセス製法は熱を加えない栄養素がそのまま天然のグリセリンがたっぷり入った肌にも環境にも優しい石鹸ができるんですね。ですが、皆様、化成ソーダは強アルカリ性の劇薬指定されているものでございます。液体は肌に一滴飛んだだけでも化学火傷を起こしてしまいます。危険です。目にでも入ったら失明。ゴーグルちゃんとつけましょうね。それでも通じ合う種族。あれやこれやで迷ってまうで。あれがこれで、これがあれやもん。あれこれこれで、こうでこうだもん。一瞬人をざわつかせるただの勘違い一般人。はぁ、やっと着いた。ドンキでカラコンとつけまかおう。でも結局は出ちゃってる女。モデルや商品プロデュース、インフルエンサーとして活躍中のあさってクララさんでーす。かわいい、きれい、素敵すぎる、かわいい。お世話になってます。はい、以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。